皆さんこんにちは。こちら株式会社世界コインのものです。本動画に通して皆さんにコインをカウンテに出す際、ファーストリリースまたはアーリーリリース、それとも英語のファーストストライクまたファーストオフイシューについてお話ししたいのです。その前に、ファーストリリースまたはアーリーリリースなどの資格を得るコインはどんな様子なのか、当社が販売に出すコインを例として説明させていただきます。はい、こちらは当社のホームページでございます。ここ新着商品のところ、2017アメリカハイレリーフ自由の女神225周年金貨1オンスのコインはございますね。このコインはもうすでに、NGC によりPF70UC 裁縫鑑定と鑑定されました。この 70UC の後ろ FR って書いてありますが、この FR は英語のファーストリリースの省略になります。コインが入っているこのスラブの上のラベルを見てみればすぐわかりますが、ラベルの真ん中くらいのところ英語でファーストリリースって書いてあります。はい、続いてアーリーリリースのコインをどんな感じなのか一緒に見てみましょう。こちらは今年発行された英国満州の銃コレクションエドワード3世のグリフィーン全パウンド金貨でございます。この金貨について前も一応紹介はしましたが、ここでもう一度簡単に説明させていただければと思いますが、コインの発行枚数は13枚、ケース入り発行限度数は10枚でございまして、こちらのリンクをクリックするとこのコインと同じく PF70UC 最高鑑定と鑑定されたコインの枚数を見られます。ケース入り発行限度数10枚の中に当社のこの1枚だけ最高鑑定グレード70を取りました。しかもこのコインはアーリーリリースの資格も得ています。こちらスラブ上のラベルのところに英語で Early Releases と目立つに表示されてありますね。こちら世界唯一のコインは1300万円で売ってる。なんと安すぎでしょう。 Early Release と First Release は鑑定会社 NGC により得られる資格ですね。これから鑑定会社 PCGS に鑑定され、 NGC のアーリーリリースかファーストリリースと同じレベルの資格ファーストストライクになる行為の様子を見てみましょう。こちら2015アメリカハイレリーフ自由の女神リバティ100ドル金貨1オンス未使用 PCGSMS70FS 初住版最高鑑定完全未使用品をご覧ください。まず申し上げたいのは、こちら MS70 の後ろついてる FS っていうアルファベートはファーストストライクの省略になります。こちらスラブのラベルをご覧ください。バーコードの上にファーストストライクって書いてありますね。はい、次ファーストデイオフイシューになるコインを皆さんに見せします。このコインはもうすでに売り切れですね。2017アメリカイーグル25ドルパラジウム化1オンス未使用 PCGSMS70FDOI 初住版最高鑑定自由の女神ジョン・メルカンティサイン。こちら商品名の MS70 の後ろ FDOI っていうアルファベートは First Day of Issue の省略になります。ちょっと別の話になっちゃいますが、アメリカのコインは結構こうラベルの上にサインがよくついてますね。その間お客様からなぜアメリカのコインだけサインがついてるのって問い合わせされまして、まあアメリカ人がこうサインするのが好きだねとお客様に返事しましたが、もしどなたがもっと上手い返事をご存知でいらっしゃるならぜひコメントで教えてくださいませ。はい、それでは本題に入りましょう。まずこちら NGC のファーストリリースまたはアーリーリリースの資格を得るには何が必要なのか私が分かる限り申し上げます。すいません、言い忘れましたけど、アーリーリリースもファーストリリースも PCGS のファーストストライクまたファーストオフイシューの中の一つの資格を得ればコインが初住番コインになります。はい、それではまた続いて説明させていただきます。
こちらは鑑定会社 NGC の公式ウェブサイトですね。こちらのコイングレーディングの下に Early or Forced Releases Cutoff Date のところにマウスマークを置くとアメリカコインの締め切り日とアメリカ以外の国のコインの締め切り日項目2つございます。その World Cutoff Dates のところにクリックするとファーストリリースとアーリーリリースについての説明はございます。まあ、この辺英語で書いてありますが、ファーストリリースまたはアーリーリリースの資格を得るには、通常すべてのコインはファーストリリースまたアーリーリリースの指定の対象となるためにリストをされている締め切り日の前に NGC またはNGC が承認する予諾期間によって受け取られる必要があります。またその間うちのお客様からでも聞かれたことはございますが、ファーストリリースとアーリーリリースは区別ございますかについてこちら答えございます。ここノットのところにアーリーリリースというラベルが送信のデフォルトになるため、コインを鑑定に出す際、もしファーストリリースラベルが欲しいであれば、事前にリクエストしておかないとできないのです。当社はコイン所として、普段は大量のコイン一緒に鑑定に出しますので、今まで何も特に鑑定会社に言ってないので、いつもデフォルトになるアーリーリリースのラベルがついているスラブ入りコインが届いてます。たまにお客様からファーストリリースのラベルがついているスラブ入りコインが欲しいって言われた時、まあ正直にできないわけはないんですけど、当社はいつも何十枚以上のコイン一気に出してますので、もしお客様1人のため鑑定会社にリクエストすると、その一生に出した何十枚のコイン全部ファーストリリースラベルに変更されます。そうなっちゃいましたら、当社の他の常連客にとって今までのアーリーリリースのラベルがついてるスラブ入りコインも見慣れましたので、急に変わると彼らに不安をもたらす恐れがございますので、ちょっととこの辺は今のところまだ難しいのです。またいろんな国の名称ございまして、ジャパンのところをクリックするとここで日本が最近発行されたコインの情報を見られますね。真ん中はコインの名前で、右側はこのコインがアーリーリリースまたファーストリリースの資格をもらいたい場合、 NGC またはNGC が承認する予諾期間によって受け取られる締め切り日ですね。例えば今年フランスから星の王子様が発行され、もしお客様は裸の星の王子様を買って今年の4月15日までコインが NGC または NGC が承認の予諾期間まで届くよう郵送しとけば、初10番アーリーリリースラベルがついてるスラブ入りコインを獲得できます。はい、その次、Fourth Day of Issue について少し説明させていただきます。このホームページを参考させていただきますね。こちら、Fourth Day of Issue との認証は、初日発行のコインを購入することにプロフェッショナルの認証を提供します。Fourth Day of Issue 認証を経由して、現代コインに唯一無二の収集意味を与える同時に、コレクションの価値と流動性を高めることが可能になります。初日発行のコインを購入することなんて、これすごく難しいのよ。鑑定に出す期間の限定ございますので、初10番になるコインの数は限られてますが、その中に Fourth Day of Issue になるコインは一番珍しいのです。うちの商品をチェックすると初10番になるコインは結構ありますよ。一番珍しいの Fourth Day of Issue のラベルがついているスラブ入りコインもあります。これは当社がコイン所としての実力だ。初10番のコインが多いということは、うちの入荷スピードが速い。また裸コインより鑑定済み、しかも最高鑑定グレード70になるコインは珍しい。同じ最高鑑定グレード70になるコインの中に初10番のラベルがついているコインはさらに珍しいのです。なのでうちが販売に出すコインは、ただの数が少ない品質の良いコインだけじゃなくて、それよりもっともっと素晴らしいコインでございます。でもね、ずっと前から困ること一件あります。
一般的には鑑定済みコインは裸コインより値段が高いはず。鑑定に出す際、鑑定手数料また鑑定に伴う保険料、またコインが初重版になる場合、$20-30およそ2,000-3,000円を追加に取られます。また国際送料、また通関費用などなど、いろんな費用がかかります。その上、高鑑定のスラブ入りコインはグレードが高ければ高いほどお値段も高くなります。なぜかというと、グレードが高ければ高いほどコインの状態はより完璧です。その上、最高鑑定の初重版はもっとお値段高くなるはず。そのはずなのに、当社のオーナーはコイン自体の品質の素晴らしさを求めながら、日本または世界最安値を目指しております。なので、うちが出した初重版の最高鑑定のスラブ入りコインのお値段は、他のコイン商が販売に出した裸コインよりも安いの。そのせいで、もう何回もお客様から、ちょっとお店のお値段はありえないぐらい安すぎだ、本物ですか、どういう仕入れなの、などの問い合わせはいただきました。だって、珍しいコインの中の珍しいコインをお値段高くして販売に出すのも当たり前のことなんで、逆にこう安売りすると疑われちゃうのよ。本当に困ります。はい、本日の話はここまで。ご覧いただきありがとうございました。